直径18センチのシリコンウェハーには300個を超える超 LSI が作り込まれている。表面が虹のように輝くのはミクロン以下の微細な線が高い密度で刻み込まれているからである。これはわずか数ミリ角のチップ表面を顕微鏡で撮影した映像である。眼下に流れる都市計画のように整然とした図形や線、集積されたトランジスターの数は100万個を超え、それらを結ぶ配線の総延長は10メートル、線の幅が1000分の1ミリ以下、それは細菌よりはるかに細い。こうした想像を絶する半導体技術は無数の関連産業によって支えられている。電子立国日本の常連、これまでトランジスターの開発からですね、前回の8ミリ角のコンピューターマイコンまで、日本がエレクトロニクス王国になっていく道筋をたどってきました。いよいよ最終回です。今回は周辺技術に目を向けていきます。これは金属シリコンです。半導体というのはこの金属シリコンをどんどん生成してですね、一つの結晶、隙間のない結晶にして、それを磨いてこのようなウェハーにしてですね、しかもこの小さな8ミリ角のところに100万個というトランジスタを作り込む、でその後これを切るというような、さまざまな周辺の技術によって成り立っているんです。その周辺の技術というのは一体どんなものなのか、どう開発されてきたのか、それが今日のテーマです。これはある半導体工場の新年賀詞交換会である。乾杯。集まってくる人々がおよそ1000人、1社から2人ずつで500社、いずれもこの工場との取引企業である。乾杯が済むと人々は一斉に工場長の前に並んで挨拶の順番を待つ。ほとんどの参列者がこの後に別工場の会場に飛んでいる。関係する分野はシリコン材料、ガス、薬品、超純水、クリーンルームから数々の半導体製造装置まで500種類を超える。つまり一つの半導体工場は500以上の技術によって支えられていることになる。しかもそれらが全て世界的な水準でなければならない。サンフランシスコからフリーウェイを30分、サンマテオの街で毎年開かれるセミコンウエストショー、半導体関連技術の世界的な展示会である。参加企業は全世界から1000社、開催中の3日間に詰めかける半導体関係者が5万人、その3分の1が日本からの客である。シリコンウェハーを鏡のように仕上げるための研磨装置、ウェハーを人手を介すことなく正確に移動するための自動転送装置、不純物拡散のための拡散炉、ガスの制御装置と超高純度ガスボンベ、超高純度ステンレスパイプ、超高純度に精製された各種薬品、膨大な図形をシリコンに転写するための光学機器、結晶成長炉 CVD、 200社の日本企業も参加し、多くの分野でアメリカの企業と技術を競っていた。チップに金線をつなぐボンディングマシーン、クリーンルームを中心とする半導体工場の建設、現代の最先端技術がここに集まり競っていた。これだけたくさんの会社があるってことは、それだけの技術がある、産業があるということですか。その年の最先端の技術がここに集まってくるってことですね。でこれはね、なかなか大変厳しいところでしてね、商品を展示しておりますでしょ、はい、その展示品を取るときはですね、必ずその出展者にですね、展示をしている会社に断って取ってくれと言われましたね。それでそれ一件一件、今まで映した、今登場しましたいろんな場面もですね、全部お断りしながら撮っていったんですよ。
東京都北区の静かな住宅街の一角に昔ながらの小さな町工場がある。高橋精機、戦前から大学の医学部で使う生理解剖用の道具を作っていた。工場の中は古びた旋盤にフライス盤、年季の入った工具の数々が所狭しと並んでいた。日本人がトランジスター技術に取り組み始めた頃、ここを頼って多くのエンジニアが訪れた。微細な加工をしなければならない半導体の道具など、ここ以外には作ってくれるところがなかったのである。93ですよ。高橋さん、もともとは機械屋さんですか？薬屋ですよ。え？薬屋です。薬屋さん。ええ、あの僕は薬学出たんですよ。え、何ですか？薬学を。薬学？ええ、お薬の方。ええ、で薬学を出てから昔は内務省で管轄なんですよ。内務省の衛生試験場へ。これは全部、そうするとその機械工学の方は独学になりますか？そうですね、独学ですね。好きですね。はあ、薬屋さんが機械工学に移っちゃったんですね。そうすると、まあ、言い換えればそういうことなんでしょうね。それで半導体ってのはいつ頃どういうわけで？こういうものをやってる人はね、この微動機を知らないんですよね。液晶に細かく動くという、それも売ってくれよってんでね。やっぱり夢中で当時はこういうものを、それこそ寝食を忘れて設計なさ。いや、そんなことはありませんね。あ、そうですか。ええ、楽しくて。いや、仕方がないからですね。ただ使う人はね、比較的使いやすいものを考えてやったのはね、くどくになりますからね。なんかそれじゃもうまるで商売抜きですね。あの、そういう時は商売抜きですね。高橋さんは微動機の他にも電気試験場やメーカーのためにいろいろな機械を作った。これは結晶棒の切断機。今も研究所などから注文が来るベストセラーである。細いステンレス線に研磨剤をかけながら結晶棒を切るワイヤー切断機。切り出した断片を鏡のように磨く卓上研磨機。いずれもトランジスター時代の研究者たちにとってはありがたい装置であった。しかし半導体業界はすぐに量産時代に入っていく。そこでは同じ加工を迅速に正確に大量にこなす装置が必要になった。生産ラインのための道具を作ってほしいと、はい、ということで、あの半導体の関係者は視点抜刀するわけですね。もうあっち行ってもこっち行っても断られ門前払いと。ガス、薬品、材料ですね、ゲルマニウムやシリコン、それから製造機械はみんな軒並みダメで、ダメ。それをいちいち我々メーカーとしてはね、頭下げたり脅かしたりして。だからあの自分は逆に言うと、そのそういう小さなメーカーさんを探してね、まあだまくらかしたりちょろまかしたりしてね、これはいいよって言って作らせるっていう感じだったですね。はあ、今だとね、もうかっこのいい話あるわけですよ。これは日本の未来の産業をね、しょって立つもんだっていうことを言えますけどね、あの自分自身がこんなちっぽけなものはね、売れっ子ねえと思いながらやってましたからね。こんな将来性のあるものなんて自分は説明できませんからね。IC 時代に入って急成長を遂げた中小企業がいくつかある。その一つ、ディスコ社。ダイシングマシーンでは世界のシェアの 75%。 これは装置の回転軸につけて使うダイヤモンドカッター。その厚さ5ミクロン。これがウェハー表面に作られた300個以上のチップを切り分けていくのである。原料となる粉末ダイヤモンド、その成分はダイヤモンド以外は非中の火だという。これを一定量鉄製の型枠に入れ蓋をする。そして型枠ごと200トンのプレスで圧縮すると、粉末がリング状に固まっていく。圧縮を終え、型枠から取り出した茶色な刃、この状態で厚さおよそ1ミリ。
これをさらに圧縮しながら焼き固める。摂氏800度で3時間加熱すると、やがて厚さ5ミクロンの刃が完成する。世界で最も薄いダイヤモンドカッターである。それ刃ですか？ええ、この刃で切るんだそうですよ。ちょっと持ってみてください、はい、聞こえます？これです。厚さどれくらいですか？はい、あのね、ええ、1000分の5ミリだそうです。5ミクロン。そんな薄いんですか？はい、さてこれでですね、はい、なんか切ってもらおうってわけですね、うんうん、これその会社のお嬢さんの髪の毛です1本、はい、こうやって抜きました、ええ、これよとこういうわけですね。でこれを何かにですね固定しなきゃいけませんね、ええ、それで、こういう台にですねパラフィンを塗ってそれに固定するわけです。今この状態がこの状態ですね、はい、端を切って、はい、で切ったここの部分、この断面をですね、はい、機械に据え付けて22等分縦横22等分にしようと。こういうふうに切っていくわけですか？そうですそうですそうです。これがですね、200ミクロンだそうです。で、0.2 ミリ直径。ええ、それを22等分する？はい。さあ行きましょうか。横を切ってますね。それで今度90度回して、それでまた切っていくと。見えるのここまでだけなんですよ。若干きつめにつままれたような、なんか。あと顕微鏡の世界になっちゃうわけです。はい。要するに我々肉眼では見えませんから、うん、そのテレビカメラが顕微鏡の世界として捉えたわけですね。うん、これ模型とかそういうんじゃなくて、本物です。それでそれを写真にしたものがここにございまして、これであります。はあらまあ鮮やかに、しかし髪の毛技ですかそれでね、なんでそのつまり切ることが大事かと、うん、いうことなんですがね、これここにですね、こうできたチップがこうびっしりこう連なってますね、はい、でそれとチップとチップの間にこう線がありましょう、ここにね、でこうこっちにも線、こっちにも線ですね、こう線がありますね、はい、この間をそのつまり切断機がこう切っていく、うん、わけですね。刃がこう走っていくわけですね、うん、こう走って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 いくわけですね、うん、そうすると廊下の幅が狭ければ狭いほど部屋はいっぱいできますね。まあ、それはそうですよね。そうですね。そうするとこれをどれだけの厚みのカッターで切るかと、刃で切るかということが、はい、これの生産性に関わってきますね。ですから狭い刃で切れば切るほど、ここに作れるチップは多くなりますよね、はい、でしかも正確に切らなきゃいけないと、はい、したがってですね、これを切る刃の問題がですね、大変重要だし、それからそれを正確に切るというその機械装置の問題がまたこれ重要だと、はい、広島県呉市。戦前ここには海軍工廠があり、軍艦の方針を磨くために膨大な砥石が使われた。ディスコの前身第一製砥所、使用済み砥石の再生業から始めた零細企業の一つであった。戦後東京に出た創業者は一つの技術を買い取った。研磨材を樹脂で練り合わせて薄く伸ばして円盤状に焼き固め砥石を作る方法であった。この方法で厚さ140ミクロンという当時としては超薄型の砥石ができた。これを回転軸に取り付けて大きなものから小さなものまで手当たり次第に切りまくった。ビール瓶にお皿にスパナ、大きな石に小さな石、路傍の石から月の石、ビルの解体、都電の線路、やがて開発の情熱は微細なものを切ることに向けられた。昭和43年驚異的なカッターが完成した。厚さ40ミクロン。ディスコ社はこれを半導体業界に売り込んだ。2つの会社がこの刃を使う装置を開発した。当時日本の大手の半導体メーカーさんが1社、それからあとアメリカでは2社が作ってくれまして、ところがこれがもうどうにも切れないと。でその切れないのにこういう条件をね、機械に織り込んでくださいとお願いしてもですね、そんなのはもう砥石が悪いんだと、
砥石がこう、砥石が悪いからね、曲がるんだろう。もっとね、強い砥石を作れとこういうわけですね。それで、これは機械ごと作んなきゃダメだっていうことでですね、なんとか専用機のいいものを作んないと世の中に認められないんじゃないかっていうことで。で、工作機械メーカーとかですね、それに関連したようなメーカーにも お願いしたりしたんですけど、なかなか皆さん、あれですね、そういうものをわざわざ開発しようというような動きが起こらなかったですね。東京大田区青物横丁の貸倉庫、ここでディスコ最初のダイシング装置が開発された。これは何度も失敗を重ねた末に完成した歴史的な機械である。最後にはこれが内外で認められ会社が飛躍を遂げるのだが、そこにたどり着くまでは悪戦苦闘の連続であった。使える機械がなければ刃も売れなかったのである。最初は設計製作を機械の専門家に頼んだが、彼もまた刃の特性を生かすことができなかった。結局機械の設計製作を自力でやることになった。新製品の初舞台は1975年のセミコンウエストショーであった。それは新しく採用した機械エンジニアと砥石のプロが一丸となって開発した半導体専用の労作であった。人が人を呼んで人が人を呼んでですね、いつも黒だかりしてました。で、これはまあエンジニアの方がですね、じーっとうちの機械のところに行ってみるわけですね。で、とにかくディスコのその展示会のその趣旨は、一番勝ってるのは何かっていうと切る性能だから、もう1分たりとも止めずにね、とにかくひたすら切り続けると。で、そのアメリカ製の一番弱い点は何か、何だったかっていうと、ちょっと切っていくとすぐポーンと砥石が壊れるんですね。ですから、そのもうディスコが壊れないよということをとにかくアピールしちゃうということで、もってもうとにかく切りっぱなしに切ったと。そうすると朝から晩まで連日切りっぱなしで切ったと。展示場で、そうするとですね、これは普通展示会っていうのは皆さんね、あんまりちょこちょこっとしか見せないで、あんまりボロが出ないようにするもんなんですね。で、それはもうそんなことする必要ないんで、安全に安定して切れるんだなって言うんでですね、そのウエハーに小さなピッチでね、連続で切った後は見えないぐらい細かく切り続けるということはもう連日やったと。そうするとなんだかあそこの機械切れてるよと、砥石が割れないよということになるわけですね。切れ味の衰えない刃と機械、これにやがてマイコンが装備され、完全自動機械として完成していくのである。薄くて丈夫な優れた刃、それに加えて精密機械の技術とコンピューター技術が融合し、装置は年々使いやすくなっていった。ディスコ社は急速に世界を席巻し、一時は市場の 100% を独占した。いや、これ切ったとこまで行きましたね、はい。さて、これを今度ですね、切ったら、例えば仮をこれを切ったのものをこれだとしましょうか、うんうん、でこれはこのままどうにもなりませんね。これ線をつなぐんですが、はい、線をつなぐ前に台に乗せなきゃいけないと、うんうん、この台に乗せるその台のことをですね、うん、リードフレームって言うんですね、はい、でこういうものであります。これはちょっとマイクロプロセッサーのリードフレームでは形が違うんですが、うん、こういうものをこういう金具の上に乗っけるわけです、はい、こういうふうにね、はあ、で乗っけて、はい、でこれにこう線をこうこの金線でつなぐんですが、まずこの、うん、このリードフレームです、これです、はい、こういうその金具ですね、はい、一種の、はい、この金具がですね、またこれ日本の独壇場なんで、そうですね、福岡県北九州市の郊外にリードフレームでは世界市場の3割を抑える知られざる世界企業がある。社名が三井ハイテックだが、財閥系の三井とは何の関係もない。これがリードフレームの材料、ニッケルと鉄の合金でできた長く薄い板がロール状に巻かれ、先端がプレス機械の中を通っている。プレス機械には金型がセットされ、そこを通る薄板を1分間に1500回の割で打ち抜いていく。かつてはエッチングという方法で作られていたリードフレームを金型で安く作ることを考えたのが創業者の三井会長であった。刃をこう組み立てて並べると、はい、でそれをオスの刃にすると、はい、でこれをこう食い込むメスの刃があると、はい、でそれを今度プレスにつけてですね、バチャンってやるとですね、まあ、これなんかもこうそういうふうにして作ったもんですね、はい、穴がこう全部打ち抜かれてこういうふうになると、でそういうその金型のですね、
で物を作る専門メーカーだったわけです。半導体には何ら関係なかった。半導体とは全く関係のない、そういうそのしかも最初は4坪と言いましたかな3坪くらいかね3坪、ええ、そりゃそうですよ。私とあの今研修所の所長をしている藤井中東と助手の西っていうの3人ですからね。だから3坪で万力が3台、それからこの手が6つあったそれが我が社の創業の歴史です。三井社長が仕事を始めたのは昭和24年ドッジ不況の真っただ中であった。そんな中で取り組んだのがタングステンカーバイトによる精密金型の技術であった。その成功は日本で最初であった。注文が殺到し会社は成長した。多少の資金を手にできた三井社長は昭和43年アメリカの見聞旅行に飛び立った。シリコンバレーの中にあるアメリカ海軍モフェット基地、新しい技術が生まれていると小耳に挟んだ三井社長はここを訪れた。基地の中には NASA の研究所があり、向かいにはフェアチャイルド社があった。この時金網のそばに落ちていた小さな金属の板、それがリードフレームであった。なんじゃっていうわけですよ。そしたらリードフレームって、リードフレームって何ですかって聞くと、その IC に使うっちゅうでしょ、ね、しかしもう IC っていう言葉はね初めて聞いたけど、まあ普通我々何でもね同意するとか IC 言ってるわけだから、まあなんかこれ語呂がええなと。そしてこれね値段聞いたんで いくらするんやって、そしたらね200ドルちゅうんですよ。 いくつかですか。いやいや、この一つこの1000個でね。あ、1000個で。1000個単位ですけどね。ただしこれ見てね、ね、こんなの10円もあったら俺やったら作ってみせると言ったら。その時に言ったんですか。うん。あったらまたこれやっちゃうわけね。反対を押し切って製造し始めたリードフレームが、最初は全く売れなかった。あまりの安さにどこも品質を疑ったのである。やがてテキサスインストゥルメンツ社から大量の注文が舞い込んだ。この時から会社は急成長を遂げていく。顧客の注文に合わせて金型を製造する部門、そのための刃を加工する部門、複雑な刃をコンピューターで設計する部門、かつて3坪の土間から始まった零細企業は今年商300億円の中堅企業として半導体産業の一翼を担っている。もしこれで IC にこのリードフレームに出会わんかったら、まあせいぜい今うちの売り上げはせいぜい10億くらいでしょうね。それがやっぱりまあ300億海外まで入れて400億近くになるし、そして毎年 10% ぐらい成長していけるということは、これはやっぱり IC というね新しい、まだ IC が生まれて41、2年ですかね、そういう新しい先端産業に出会ったということですよね。そうするとじゃあそういう先端産業が世の中にあるんだって言って私探したんじゃないんですよね。で犬も歩けば棒に当たるで引っかかったんでしょ。そうとこれなんかちゅうとやっぱりラッキー、ね、俺はついとる。拾うわけですか。1枚拾ってこれは何だろうとそっから運が開けたんですね。で大変面白い社長さんでありましてね、はい、独特の哲学を持ってらっしゃる方 でこれは余談になるんですけどね、はい、これから見ていただくのは、ね、ちょっと見ていただきましょうか、はい、これこれ、はい、全員が、ねこの会社に入る限りは、女も男も大卒も高卒も、ね、あらゆる新人は全部ヤスリ掛けから始まると。でしかもですね、完全に水平と垂直が出せるまで訓練をして、しかも最後は金型まで自分で作って、それからジムはジム、セールスはセールス、ほらこれはね垂直と水平を出す、もう真剣でしょ。やがてね次はね女の子の顔が出てまいります、はい、女性ももう当然もうどんな普通のジムをやる会計のジムをやる方も全部。なんでですか。つまりね、物を作るということはそういうことなんだと。特に精密な、うん、機械を作るということは垂直と水平を出すことがどんなに難しいことかと、それを体で身につけた上で物を作る魂と腕をですね全員に叩き込んで、それでそれぞれの会社の役割を分担してほしいというのが
この方の哲学のようです。でこれは大変大事なことだと思うんですよね。でアメリカが物を作らなくなってしまって衰弱していくというのもですね、はい、こういう魂と腕が衰弱しちゃったんだろうと私はこの取材で思ったんですけども、うん、これは大変こうかある意味じゃ、うん、あの物を作ることの原点ですよね。でいかにコンピューターが発達してね、うんうん、でそのこの間も言いましたようにマイクロプロセッサーに、のソフトに記憶させれば何でもできると思うのは浅はかなんであって、それは職人の名人間があっての話でね、職人の名人間がなければ記憶させるファクターもないわけですからね、セミコンウエストショーでは日米が競合する分野が少なくない。例えばウェハーから切り離されたチップとリードフレームの間を細い金線でつなぐボンダーの分野、これは日本企業新川のボンダー、1分間に208本の金線を正確につないでいく。そのライバル機種キューリックソファー社製のボンダー、1分間の金線接続能力は304本、今世界一である。技術的にはですね、この先3年から5年先のIC 製造のことを考えて対応してます。僕は空力ソファーなんてもう世の中にないかってこといやとんでもないですよ。もう私たちですね、まあ、アメリカの会社ですが、アメリカ の技術者と一緒になってですね、いい製品を作って日本のお客さんにもう売り込みたいと。ボンディングの分野ではトランジスターの初期から世界を席巻してきたキューリックソファー社、現在の従業員数1000人、年間売上高143億円、ここから送り出されるボンダーが世界市場の 40% を占めている。ライバルの日本メーカー新川、世界で最初にボンディングの自動化を果たしたのはこの会社であった。現在従業員総数300人、年間売上150億円、世界市場におけるシェアが 40%、キューリックソファー社と並ぶ2大メーカーである。創業が昭和34年、トランジスターの部品を扱う零細な企業であった。これは初期に開発した手動ボンダー。トランジスター工場で最も人手を要したのが金線接続の工程であった。作業員1人に必ず1台必要となるボンダーは製造が追いつかないほど売れていった。新川はトランジスターブームとともに急成長したのである。ワイヤーを1本ずつ丁寧に手作業で貼っていくと、何人集められるかということがその会社の生産量がどれだけできるかということの表れですよね。ですから皆さん全部係長さん以上ぐらいの人がね、各地に日本中に飛び歩いて、で学校に行って人を募集してきて、お得意さんのとこ訪ねますとね、そのちょっと留守だったですねって言うと、いやちょっと人買いに行っててね。半導体メーカーが生き残るために最も努力したことの一つがトランジスターガールの確保であった。卒業シーズンが近づくと半導体工場の関係者は農村の娘たちを求めて全国を駆け巡った。娘たちとの面接は指先の器用さを調べることから始まった。細かい作業を正確にこなすことのできる手先の器用さが必要であった。次に細い金線がちゃんと見える視力、そして何よりもそれらの作業を忍耐強く続けることのできる根気、目と手と根気が大事な資質であった。一方アメリカの専門メーカーキューリックソファー社では、作業員の適性に左右されないボンダーの開発を追求した。細くて柔らかい金線をいかにしたら楽に接合点に移動できるか、先端が細いガラスの管に金線を通して固定することで金線を自由に所定の場所に移動することを考えたのである。これ仮に金線だとしましょうか、はい、でこれをまあここにこうつなぐとしますね、こうね、そうするとこれこんな金線が柔らかいふにゃふにゃしてますから、はい、なかなかこういう目的のところにはいかないと、これここまで止めてやるものがあればいいとね。そうすると動かなくなると、動かなくなる、そうすると例えばですね、こんなもので代用してみましょうか、はい、これキャピラリって後で名前がつくんですがね、柔らかい金線を固定してである点までですね、容易に持っていく方法、これをキューリックソファーという会社が、まず考案したと。もう聞きゃ単純な話ですが、そんなすごい、そうなんですね。
大体その発明というのはそんなもんですね、コロンブスの卵みたいなこといっぱいあるんですけども柔らかな金線をガラス管で固定しながらチップ状の端子に運び圧着する。この方法で金線接続の作業を大幅に促進することができたが、しばしばトラブルも起きた。これ肝心の金線が何かの拍子にキャピラリの中に引き込まれてしまうことだった。その度ごとに作業員はラインを止め、ガラス管に金線を通し直さなければならなかったのである。今見ていただきましたでしょう、はい、探して、うん、でピットで止まった、切ったと、うんうん、であっと思ったらピットの中入っちゃったけど、大騒ぎある程度の力で引っ張ってるわけですね、うん、引っ張ってるわけですからね。で、なんかのテンションがかかってピットですと中にポンと引っ込んじゃうと。で、さあこれをどうする、こういうわけです、この時キューリックソファー社が考えたことは、今なお半導体工場では使われており、金線接続に革命をもたらす方法であった。金線を端子につないだ後、電気火花で金線を切る。はい、これが電気火花。火花が飛んだ後を見ると、金線の先端には玉ができている。玉ができたために、この穴で中のこのキャピラリの中に入らないでここで止まってしまうと。あ、それうまいことですね。はい、うん、ですから電気の火花で切断する、そこに玉ができる、うん、できた玉のおかげで線は中に入らないと、うん、そうするとそのまままたそれは次の地点に持ってってつないで、うん、それでまた電気火花で切る、玉ができる、うん、線は引っ込まないと、うん、ボールボンディングという方法ですね、うん、あるいはネイルヘッドボンディングって言うんですが、うんうん、ボールボンディングという方法を開発した。これは革命ですね。これは現代の自動ボンダー。この動作を低速で見てみよう。ボールボンディングが自動化の基礎であることがよくわかる。ボールボンディングなかりせば自動化も絶対になかったに違いない。その自動化はアメリカはしなかったんですね。アメリカは、はい、これを作って作ってこれ便利になりましたね、でどうしたわけですか。これはですね、うん、これだけ作ればですね、これはもうさ、あの目と手と根気じゃなくてですね、誰でもいいと、こういうね、誰でも、使える機械を作れば、あの誰でも使えるんだから東南アジアでもいいだろうということで東南アジアに持ってく、安い賃金で半導体ができる、うん、それが日本に入ってくる。困ったのが日本の半導体メーカーですね。あらららら、それはちょっと窮地に立たされますね、はい、そこで日本が考えたことは、それなら、今度機械の自動化をしちゃおうと。でしかもですね、引っ込まないところまでアメリカが考えてくれたんだから、これを機械に組み込んで、どんどん自動機を作ってしまえば、東南アジアの安い労賃に対抗できるではないかと。これは現在の新駅である。装置は膨大な数の半導体をまとっている。無数のメモリーチップ、高性能なマイクロプロセッサー。自動化の道を進まざるを得なかった日本の技術者たちは半導体の力に頼ったのである。そのきっかけを与えてくれたのが、世界初のマイクロプロセッサー、インテル4004の登場である。インテル8008で試作したマイコン、それを搭載した半自動のボンダー、機械はすぐに改良され完全自動機に進化した。女子作業員の目と手と根気は瞬く間に自動ボンダーに置き換えられていったのである。シンカワは私たちより早くボンディング装置を自動化しました。日本の半導体業界はアメリカより早く自動化を進めていたからです。というのも、アメリカは全ての工場を東南アジアに移し、安い労働力を大量に獲得できたので自動化には全く無関心でした。一方、国内の労働賃金が高い日本は自動化による大量生産で安いアメリカ製品に対抗しました。そしてこの自動化で私たちは新川に追い越されたのです。しかし70年代後半から80年代初めに私たちは新川に追いつき、今は大変厳しいライバル関係にあります。今までこう、展開してきたお話というのは大体後工程のお話ですね、ウェアができた、それ以降のお話という話ですが、今度はいよいよウェアに LSI を作り込む時に問題のあるさまざまなお話と、まず最初にそのね、どこにでもこの空気のお話からいきましょうか。
これは超 LSI が作り込まれたウエハ。その表面を光学顕微鏡で拡大した写真、さらに電子顕微鏡で拡大していくと電気回路の配線が現れる。その線幅がコンマ5ミクロン。2本の線にまたがって横たわる微細なゴミ、これが回路を破壊する。昭和56年、九州日本電機では一人の女子大生をゴミ退治専門の担当者として採用した。当時、江口恵子さん、ゴミの測定からゴミ退治の方法を考案することまで、ゴミに関する全ての権限が彼女に委ねられた。お名前は？新川陽介。5年間ゴミと格闘した後、彼女は結婚のため退社。現在2児の母である。3つ、同じように見えるんですけど、うん、これは唾液ですね。唾、はい、はあ、唾はどうしたんですか？上歯をこう立てておいて、その前で喋ったんです、はあ、そうすると唾が飛んで、はい、工程を経た後のゴミの変化の様子なんですけど、なかなかついたゴミが取れないということを。そういう意味ですか、はい、ははいろんなゴミがあるんですけど、これは手のゴミですね。手のゴミって、はい、ウエハーの上で拍手をした時のゴミ。ははほんの数回叩いたんですけれども、うん、ウエハーの工程を通した後も取れずに残ってたり。そんなに真っ黒くなるの？はい。手何回叩いたって？それ10回です。これ、はい、そうです。こうやって、はい、毎日お入りになったんですか？そうですね、毎日ほとんどそればっかりですね。だからそのゴミと製品の不良との因果関係が分かった時にはもう非常に嬉しいですね。それこそもう無我夢中で必死だからですね。競争激しいし、何とかしてぶどまりを上げようっていうのと、いい製品作ろうっていうので、みんな同じだったとは思うんですけども。悪いけど、それちょっとコピーさせてもらえる？これはおそらく秘密になるんだと思いますけど。企業機密。はい、はあ、そうするとそれは表には出さないものなんですか？はい。あ、そうなの。ダメかな。そうですね、ギリがありますから。びっしりこう配、ね、線が書き込まれた8名とのあの図形が8名四方に縮小されて、ウエハー上に転写されるわけですから、はいはい、外線の幅っていうと、もうほとんどひょっとしたらですね、うん、もうウイルス以下というぐらいに線が狭くなってるわけですね、うんうんうん、そうするとそこに、微粒子がついても、うん、線が切れたり、うん、ショートしたりすると、うんうん、いうことになりますね、うんうん、いかにゴミをなくすかという話、うん、それからもう一つ大事なことは、うん、つまりそのこれはこの電卓戦争の時に見ていただきましたように、ナトリウム、はい、ナトリウムがウエハーにつくと、もうたちまちダメになっちゃうと、そのナトリウムというのは常にゴミに抱かれてるんですね、ゴミにいつもゴミが浮遊してるといつもそこにはナトリウムがついてると考える、はい、そうすると、この空気の中からゴミをなくすということ、空気の中からナトリウムをなくすということが大変もう大事な話になってくると、うん、海岸の空気は潮風に影響されてナトリウムを多く含んでいる。したがって海岸に半導体工場を建設することは常識を外れた暴挙と考えられていた。これを覆したのが三菱電機西条工場であった。その決断をしたのが当時の会長、新藤貞一さんである。月の世界へ行って帰ってくる世の中になってね、海岸に近いから半導体の工場ができんって、そんなバカなことはないと、絶対やれるということでみんなやってくれって言った。あ、ちょっと強引ですね。強引かもわからんですけど、やると決めたらやっぱり強引にやらんとね。もう会議のほとんどがゴミの話なんですね。ゴミのために欠陥ができた、ゴミのために接合リークがどないかなったとか、もう本当にデバイス作る人たちが本当にゴミと喧嘩してるんですね、競争してるんですね。ところがそれを本当にきっちりきっちりと体系づけて、前回のデータがこうやって今回どうやって次はこういうふうに改良しようとか、
そういうの流れがなかったやないかと。この部屋きれいやきれいやとみんなおっしゃるんやけど、本当にきれいんやろかと。ゴミを測るダストカウンターというあのものがありまして、それをずっと移動させて持って行ったり、でダストカウンターをここにセットしておきましてね、私自身がここ走ってみたりですね、ゆっくり歩いてみたり、その歩くスピードを変えてみたらどうなるかとか、実は今内緒なんですけど、もうええでしょうね、15年前ですから。そこへ寝転んで立ち上がったらどうなるかとかね、床に寝転んで無人服にゴミついたやつがどんだけまた剥がれてくんやとか、もっと実はあの今やから言えることですけども、タバコの煙をクリーンルームであえて出してですね、どういう挙動をするかとかですね、あるいはあの蚊取り線香持ってきて、蚊取り線香でずっと何個か釣って、でクリーンルームの気流がどう動いているかっていうのもビデオで撮ったこともあります。あのやってやる中でとにかく楽しかったですわ。あのやることなすことがこういうブドマイなんかに直接出てきますもんね。福本さんがマネキンの胴体を担ぎ、奥さんが衣服を持ち、息子さんがマネキンの足を海岸に運んだ。海岸の空気から人間の衣服がどれほどのナトリウムを取り込むものか、それを測定するために超純水で洗った衣服をマネキンに着せて海岸に3日間立たせることにしたのである。この実験の結果、海岸に近いところでは衣服は上から2枚まではナトリウムが付着していた。工場に入るときは衣服の着替えが決められたのもこの研究結果によっていた。空気中の塩を測るというのは結構いろんなデータ取れたんですけども、人の体からどんだけ塩出るかというのはですね、みんなすっぱだかにするわけにいきませんので、私と実は妻と2人であの実験台になってやったんです。要するに人から出てくる塩がどんだけあるかということを調べるために何をしたかと言いますと、2日間あの下着を着替えんと、でお風呂も入らんと、そしてあの2日間着たあの下着にどんだけ汗がついたかと、すなわち靴下、ここでは靴下、長バッジ、パンツ、シャツって書いてますけど、まあ、これに、まあ、よく言われる嫁はんのパンツとかですね、パンチか。人体からはどれほどのナトリウムが出るものか、今度はそれを調べる必要があった。超純水で洗った下着を一家でそれぞれ4枚重ねにした。3日間入浴を我慢して、体から出るナトリウムが4枚の下着にどのようにたまるのかを調べることにした。3日後、一家の下着と入浴した浴槽の水をサンプルに取って測定。この結果から西条工場では入室前のシャワーが義務付けられたのである。私は福本っていう男がね、おることを実は知らなかったんです。福本っちゅう面白い男がおると、これが一生懸命やってくれたんで本当ね、あれは完成したんだということを聞きましてね、それをいっぺん東京呼ぶと、ごちそうする言うたからですよ転勤じゃないですよそしたらそのうちにね、その家内を連れて行っていいだろうかっちゅう、あの福本さん、福本君が、はい、あ手紙が来たんですよ、はい、ああもうどうぞ連れてきてくれと。そしたらそのうち子供を連れて行ってそれで4歳から小学校2年ぐらいまでの子供さんも連れてね。半導体工場を海岸に接近して建てようとすると、クリーンな空気を確保することは他の工場より多くの問題を抱えることになった。潮風で塩分をたっぷり含んだ空気を工場内に取り入れるとき、いかにしてナトリウムを完全にシャットアウトすればいいのか。結局それは超高性能なフィルターを幾重にも重ねることで解決するのだが、それにはさまざまな現象と取り組む必要があった。例えばせっかくフィルターでせき止められたナトリウムが湿度の高い時には空気中の水分に溶け出してフィルターの裏側に染み出てきたのである。空気は通しても水を絶対に通さないフィルターユニットの開発が必要であった。フィルターユニットの表面から海水を雨のように注ぐ。それでも裏から決して漏れない構造。ユニットを作っては海水の雨にさらし、改良点を見つけてはユニットを作り直す。こうしてナトリウム防止用のフィルターユニットを専門会社と共同して考案したのである。
1社だけです。4社やった中で1社だけが真面目に最後までついてきてくれて、でそのそこと共同連名特許を書いて仕上げたんです。それが今ずっとついてる。はい。だからもう最近はなんか外国からもそういう塩を取るフィルターということで、その あのある医者さんのフィルターメーカーに買いに来られてるそうです。知らんつったメーカーはそれと損した。そうですよ。これは真面目にやってる私と一緒にやってくれたらもっともっといけてたと思うんですけどね。あのね、こういうコンタミネーションゴミとかこの極微量の話はみんなそんな話多いですね。あの目に見える時はね、あんたとこ ダメやって言われたら必死になるんです。ところが目に見えない領域、心のコントロールに相当するようなとこにあったら、わしゃ知らんというような人と真面目にやろうという人と、なんか真面目にやろうという人はやっぱりハイテク、これから あの地球を守るとかそういう意味でもねいる人やと思いますね。もう今でええわというのはこれは進歩なしですもん。空気は通すけどもゴミも水も通さないフィルターを作るのに大変苦労なさったというお話でしたね、うん、今はね、はいはい、でさてあの中身、うん、どういうものなのか。でね、これがね、中はねこういうもんなんだそうですよ。これがその実物なんですが、見てください。これはね、なんかあのほら吸い取り紙、ね、これがね、なんと30メートル分、はい、あの小さな箱の中に折りたたまれて入ってるんだそうですよ。30メートルですよ。これがこれで何て言うんですか、ろ過できるのが、0.1 ミクロンで、コンマ1ミクロンって何かって聞いてみましたらね、うん、はい、普通のウイルスの大きさだそうですよ。ウイルス、エイズウイルスはもっと小さいんだそうですけどね、はい、エイズウイルスはともかくね、普通のウイルスはこのフィルターで止まっちゃうと、うん、紙じゃないですね。紙じゃないんですって。紙のように見えますけど紙ではない。手触りは紙、はい、これが原料だそうです。ちょっと見てみてください。よく花紙をね間違って洗濯しちゃって、はい、そのあと出てくるのがこういう感じですよね。これね、紙じゃないんですか。ガラス繊維ですって、綿状の。これはこの綿状のガラス繊維を、太さの違うガラス繊維を何種類も混ぜて、溶かして紙状にするのが、紙すきのようにして紙状にするのが、したのがこれだと。じゃあこれ自体も大変な周辺技術、周辺がもう大変な技術らしいですね。取らしてあげるって言ったから行ったんですよ、その工場に。工場に、これはあの新潟県の長岡市の北越市っていうところなんですがね、はい、取らせるからとあのってんで行きましたらですね、取らせてくれたのはたった3箇所。これが製品が出てくるところ。さてその次はっつったらですね、これ今見たその綿状のやつ、これだとこういうわけですね。これ原料を見せてくれ、原料を見せてくれた で,、ね、でこれほら溶かして攪拌してですね、攪拌水槽に入れて溶かして、それでこれをどっかに送り込むんですよね。うん、さてどこなのか、取らしてほしい、そこがダメだって言うんですよね。ただそのできたとこと原料入れるとこだけだと、こういうわけですね。それは何でもないでしょうと、うん、こう言ったらですね、うん、もう散々あでもないこうでもないと言った挙句ですね、でもう全部アングルは決められて、サイズも決められて、ここだけですと、はい、はい、これです。でなんとなくこう紙状のやつがこうずっと動いてくる、はい、もうここだけしか取らせてあげることができません。この両脇一切ダメとですね、この右側もダメ、左側もダメですね。なんでダメか、そこにからくりがあるってわけですね。だからもうそれを知られてしまったら、あのこの会社の命運に関わると、はい、これだけと。我々には何のことない事柄でも、専門家が見ればもう相当のことがよくわかると、はい、ですからこの会社でもですね、もうとにかく、懇願しても取らせていただけたのはここまでと。それほど実はその日本の技術社会のですね、日本のそういう産業界の、まあこういう半導体業界の競争が厳しいということですね。ウエハー表面に超 LSI を作り込むとき、ウエハーを水で洗うという洗浄作業が何回となく繰り返される。最初に行うウエハーの洗浄から写真工程で繰り返される洗浄まで、ウエハーに最も濃密に、しかも長時間接触するのが水である。したがって洗浄水に問題が起きると、ライン全体が甚大な被害を受けることになる。半導体工場で使う洗浄水は、微粒子はもちろん、ナトリウムやさまざまな金属イオンを取り除いた超純水である。まずここにございますこの水ね、はい、
これ、はい、これはただの水道水です、はい、ちょっと飲んでみます。もう、はい、あの種も仕掛けもございません。ただの水道水ですね。さてここにございます、これ、これはですね電池で動く蛍光灯です。蛍光灯ですか、つきましたね。つきますね、はい、電池で動く蛍光灯です。でこれをですねつけたままこの水の中に入れようとこういうわけです。まず少し明かり暗くしてもらえたのが分かりですかな、ね、ちょっとね明かりになります、はい、さあ入れましょう。ついてます、ね、で普通の水に入れる。普通の水に入れますね。消えましたね。それは消えるでしょうね、なんでかというとね、この中にさ、電気を通す物質が入ってるわけですね。水の中に、さまざまな物質が、うん、電動物質が溶け込んでるものだから、うんうん、それによって、うん、あのショートを起こしてこれが消える、うん、消えますよ。それは今さ水の中に入れたら、いやそれがね、超純水だと消えないんですよ。さあ本当やってみましょうか。ここじゃできませんからですね、これをね、ある実験室にお願いして同じことをやってもらいましたので、それを見ていただきましょう、はい、同じでしょ。同じ機械ですね、はい、これからですね、これはもうすでについております、はい、ね、ほとんどついてますね、うん、でこれから超純水の中にどっぷりとつけようと。入りましたよ、入りましたよ、入りました。さあ行きましょう。さあ装置全体をつけちゃおうと。ほらついてる。はあ、あら本当だ。ねえ、消えませんでしょ。これは水がほとんど不動体に近い、電気を通さない不動体に近いからですね。ところがね、これ手を入れてみようと、はい。人間の手についてナトリウムが水の中に溶けると、はい、そして水の性質が変わると、はい、電気を通す水になっちゃう、はい。やがて消えます。いいですか。もうちょっとだ。今溶けてる最中ですね。人物が溶け出して、そう、手のナトリウムが溶けるんですね。汗が、はい、消えた。手を入れただけでも、超純水は超純水でなくなっちゃうというわけですね。ところが、ナトリウムなんて人間がしょっちゅう出すものですから、したがって、水とか空気とか、そういうものの中で、人間の出す汗だとか、唾だとか、そういうものをこう防ぐということが大変重要なことになるわけですね。ナトリウムイオンなどの金属イオンというのはイオン交換樹脂法でして、それでも取り除けると、取り除けると。その取り除くところを今度ご覧に入れましょう。ああ、それ見てみたいですね。純水にする方法を見せていただきました。これです。この茶色のこれが樹脂です。イオン交換樹脂です。でここに、イオンの溶けた水をこれから注ぎ込もうというわけです。これは銅イオンですから、青い銅を溶かしてますんで青い銅イオンが入っております。でこれをその今のイオン交換樹脂の中を通そうというわけですね。コックを開けました。やがて、銅イオンがたっぷり溶けた水がイオン交換樹脂の上に溜まっていきます、ですね。そうするとイオン交換樹脂が銅イオンを吸着するわけです。したがって今の茶色に見えるあのイオン交換樹脂が、だんだん透明になっていくと。そして水の方の青い色が取れて透明になっていくと。両方とも透明になっていくんですね。そして出てくる水が、完全に銅イオンが取れた、超純水とこういうわけです。あ、これが綺麗になった、はい、こうなりますとさっきの蛍光灯を入れてもですね、全く消えないと。これの大掛かりなやつをですね、大掛かりな装置を取り入れているのが今の半導体工場 の、うん、あの超純水プラントと。微粒子を取り除き、プラスイオンを取り除き、マイナスイオンを取り除き、電動度が不動体に近くなるまで水の純度を上げていく。ここまでしてもかつては時として予想外の事態に襲われることもあったという。やっぱり最初はドカーンとやられましてね、もうシシルイルイの状態になりましてね、いくらやっても物が取れないというようになって、でその何かを汚染されてるか分かってるんだけども何か分からないと。でいろんな分析手段でいろいろ調べて、これ鉄だっていうことが分かってきて、でその火山の伏流水を工業用水として使ってた。で非常に小さいコロイドがですね、鉄の、まあ多分酸化鉄が多いんだと思いますけど、コロイドがいっぱいその中ありましてね、
でも季節によってこう流れ方多分その伏流水ですから土の中ずっとこう取ってくるわけですが、その周辺に火山灰がずっとあるわけですね。でそれがその周期的にこうある時期雨がいっぱい降って、でそれが伏流水としてずっとだんだんこっちに伝わってきて流れてきてですね、何ヶ月後にこう来るわけですな。その量が変わるわけですね、やっぱり伏流水の。そうするとある時期になるとこう今まで動かなかったその火山灰のがわーっとこうかき混ぜられたりして濃度がわっと高くなると。そうするとその鉄の非常に小さい大きなものはもちろんフィルターで全部取ってしまいますから声は入ってこないんですけど、小さなそのものすごく小さいやつがですね、コロイド状になったやつが流れてきて純粋の中混じっちゃったという。一難去ってまた一難今度はですね、あるんですか、微生物の話であります。ゴールデンウィークになるとですね、もうのみんな休んで出てくるとですね、あのぶどまりがパッと悪くなるんですね。サボってるわけじゃなくて、それでですね、まあ結局冬は割合いいんだけど夏になると悪いと。夏の悪いのがちょうどゴールデンウィークの後から悪くなると。でこれはそのおそらく生物現象じゃないかということで、そのバクテリアというふたと思いつきましてね、さあ閉めたとばかりにですね、そのじゃあバクテリア対策してみようということで、フィルターでですね、その水を全部こしたわけですね。そしてやりましたところが、ぶどまりが一挙に 30% ぐらい上がっちゃったわけですね。 30% 上がっちゃったわけですね、はいはい。しかもそのバクテリアのどこが悪いかっていうのはですね、実はそのバクテリアの中に入っているナトリウムとかリンとかですね、そういう生体物質ですね、それが影響しているってことが分かったんですね。浄水場でこの上流に長沢の浄水場っていうのは夏のことで活水器になりましてね、あの塩素殺菌高めたんですね。で塩素殺菌高めますと、あの中にあのバクテリアが殺菌されますよね、塩素殺菌で。あの今プールがやってますけどね、バクテリアが殺菌されると、バクテリアの死骸が、まあ、ご存知のように死骸ですから、バクテリアがあれカルシウムなんですね。でカルシウムイオンというのはね、純粋のフィルター取ってきちゃうわけです。でカルシウムもナトリウムと同じこと金属ですから、あれが表面についちゃってね、その原因がねどうも水だっていうのが分かるのに3日かかってね、それでそのいわゆる浄水場までね追求するのに1週間かかりましたね。工場1週間止めちゃったんですよ。ちょっとですか、ある日バタッとブドマリが落ちちゃった。バサッと塩素を突っ込んだから、夏の暑い日でね加水器になってやっぱり危険だったもんで、殺菌剤をうんと入れたんでしょうね、塩素殺菌を、はあ、そしたらたちまち不良品が不良品になっちゃう。不良品どころじゃん、良品ができなくなっちゃったの。はあ、そりゃそうですよ。だってあのね、カルシウムイオンが充満してるね水で洗ってりゃね、あの一生懸命ね半導体にした上ね表面に金属を塗たくってるようなもんですからね。で結局どういうふうにして解決なさったんですか、それは。それまで話すんですか。いや具合悪いの一番やったのはね、あれですよ、もう膨大な金をかけてね煮沸する以外ないんですよ。蒸留水っていうのは一番いいんですから、ただ高いでしょ。しばらくの間は蒸留水でやった。あ、それは大変なノウハウですか。いやノウハウじゃなくてベラボに金かかってるからさ、お湯沸かしちゃそのねお湯をね漁血させて使った水だなんて言ったらね、もう物笑いだろ。これはカットしてくださいよ、みっともない話だ現代の超純水プラントではイオン交換の後殺菌灯でバクテリアを殺し、逆浸透膜の詰まった超大なフィルターでこすのである。逆浸透膜は海水から真水を取るために開発された最先端技術の一つであった。さらに超 LSI の集積度が上がると水に溶け込んでいる酸素すら邪魔になる。 MOS 型トランジスタの酸化膜を厚さ原子数個分に制御しなければならない。その時水の中の酸素すら障害になる。トランジスタを1億個も集積する1ギガの時代には溶存酸素を除いただけでも不十分になる。現在はどうやってもウエハー表面に残ってしまうオングストロームサイズの微粒子、この正体を突き止め排除しなければ1ギガのメモリーは実現できないというのである。この水に関してやっぱりここでちゃんと考えておかなきゃいけないと思うことはですね、今はインプットの話で使う水の話を、見てきたんですが、はい、問題は忘れがちなのはこれを使い終わった水ですね、排水処理の問題です。ここのところ不用意にですね、何も
しないで環境の中に流しちゃったりするとですね、これはその環境破壊によって今度人間が手痛いしっぺ返しを受けなきゃいけないと。これはシリコンバレー地域の地下水汚染地図である。シリコンバレー発祥の地ともいえるフェアチャイルド社工場跡、その周辺に林立する水質汚染観察用の井戸、今も放置されたままの排水槽、地下水脈の汚染はこうした水槽やタンクから排水が染み出て始まったのだという。サンタクララ地域だけでも134の地下タンクから漏れが発見され、汚染された井戸は100を超えていた。これは地下水を汲み上げるポンプ。大きな川や湖など水源に乏しいシリコンバレーでは、工業用水は地下水に頼るしかなかった。汚染された井戸からは今100種類に及ぶ化学物質が検出されている。シリコンバレーの地下水汚染は半導体産業の発達とともに全域に広がっていったのである。すでに一部では浄化作業が始まっているが、シリコンバレー全域の地下水を元に戻すには数百年もかかると推定されている。ここは千葉県館山市にある NMB セミコンダクター館山工場。ここでは水の循環使用を行っている。半導体プロセスで使った水の中にはシリコンを切断するときに出る切りくずなどの固形物質からさまざまな化学薬品まで多種多様な物質が混在している。この水を沈殿させ水と沈殿物に分離する。沈殿物を加熱炉で乾燥させ固形物にして回収する。回収した固形物は産業廃棄物として処理し、水は再利用する。高濃度の化学物質を含んだ水は加熱濃縮して蒸留水と濃縮された化学物質に分離する。蒸留水は再び微粒子を取り除き、イオン交換樹脂を施して超純水として使用する。コンパクトに濃縮された化学物質は環境に出さないように管理する。これが閉鎖循環系といわれる水処理の方法であるが、半導体工場の建設費用を一段と高め、水処理にかける費用を押し上げることになる。完成間際の16メガメモリー生産工場、建屋の骨格が完成すると全ての鉄骨が超純水で何度も洗浄され、ナトリウムが払拭された。一段と厳格なスーパークリーンルームや建物の厳しい振動対策など、これまでとは比較にならないほど様々な配慮が必要であったという。工場建屋は平成3年の春に完成、様々な半導体装置の搬入が始まった。次々とやってくる精密機械搬送車、その壁面に設置されている搬送車内部の温度を管理するコントロールパネル、白い円で隠された部分には搬送車の室内温度が映っているが、放送は固く断られた。ビニールシートで厳重に梱包された数々の精密機械が次々とクレーンで吊り上げられていく。一台の価格が数億円もする装置ばかりである。こうして16メガメモリーの工場新設に投じられた費用は2000億円に及んだという。今のこの機械ですけど、はい、なんかはっきり見えないように、いやね、たまたま撮っちゃったんですね、撮影しちゃった、そしたらそれ飛んできましてね、ちょっと待ってくれって、これは具合悪いと、これは絶対に放送で出さないくれと。何なんですかあれ、設定温度って出てましたでしょ、
あの中に温度が、ね、温度がね、あのこう映ってるんですよ。あの精密機器搬送車の中の温度が映ってるんですね。温度計なんですよ、要するに、はい、ディジタル温度計が映ってるんですよ。その温度計がですね、たまたま映っちゃったんですね。温度計が秘密なんですか、はい、そこに設定温度が出てるわけですよ。でこの温度はね、うん、あの運送中もその温度、だから今運び上げましたでしょ、運び上げたあのこの半導体工場の中の温度もその温度、からそれから稼働する運用中もその温度と、でかつですね、それを作る時も最初からその温度なんですよ。あのそもそも何の機械なんですか。ステッパーという機械でありましたね、この間見ました8ミリ角の、うんうん、いやあの8メーター8メーターなんてっかい大きさの、うん、あの原図がありましたでしょ、うん、図形が、うん、あれは8ミリに縮小して、うん、それであのウェアの上に転写しますね、はい、転写するための道具なんですよ。複雑で大きな図形をウェハ状に縮小転写する装置がステッパーといわれる装置である。上の方に光を発する光源があり、それが膨大な数のレンズを通って一番下にやってくるシリコンウェハーに焦点を結ぶのである。これをさらに図解してみよう。装置の右上に置かれた紫外線ランプから出る青い光はレンズを通りプリズムで直角に曲げられて垂直に立つレンズの筒に送り込まれる。装置中央部には巨大な回路図形を縮小転写したガラスマスクが置かれている。ガラスマスクを通過する光線は再びレンズを通ってウェハー表面に像を結ぶ。ウェハーが乗るステージは精密に縦と横に動いていき、その動きと光が同期してガラスマスクの回路図形が順序正しくウェハー上に転写されていくのである。8メートル8メートルの例えば仮にですよ、はいはい、マイクロプロセッサーでいうと8メートル8メートルの巨大な図形がありましたね、はい、あれをある大きさまで縮小しますね、うん、その縮小したものをですね、はい、さらにな、4個分とか5個分あるあの個数分固めて、うん、まあ、さらに5分の1ぐらい縮小しますね、はい、その固めて縮小した何個分かをですね、うん、ウェハーの上にですね、うん、次々とこうやって焼き付けていくわけですよ、うんうん、その焼き付ける時に、うん、下のステージの上に乗っけたウェハーが動いたらパッ、うん、ちょっと動いてパッ、うん、ちょっと動いてパッ、うん、こういうふうにして焼き付けていくわけですね、うん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 、これがステッパーなんですね、うん、ですから第一にそのレンズの性能、はい、第二にこのステージの性能、はい、ステージが常にスムーズに、動くということであり、一番大事なのはそのステージが、ほとんど絶対水平に近いぐらい水平になってなきゃいけない、そういう非常に厳しい条件を課された、そういう機械なんだそうです。これはステッパーのレンズを作るガラスの原料、超高純度に精製されたケイ素の粉末である。それを丹念に攪拌し電気炉でゆっくりと溶かしていく。赤熱したガラスをゆっくりと送るベルトコンベヤー、長さ30メートル、ガラスはこの上で2日がかりで冷えていく。このガラスを必要量だけ切り取って炎に当てながら手でゆっくりと丸い形に変えていく。ガラスの表面が設計通りの凹凸に研磨されて歪みの少ないレンズに仕上がっていく。何枚ものレンズが精密に組み立てられ光学系が完成する。右端の光源から出た青い紫外線が膨大な数のレンズ群を通って下のステージに焦点を結ぶように精密な調整を繰り返していく。これはウェハーが乗るステージ。この動きと光のタイミングを合わせることでウェハー全体にマスクの図形を転写していくのである。下のウェハーが正確にあるところ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 って必要なところにこういうふうにして、うん、あのちょっと動いたらパッちょっと動いたらパッというふうに焼き付けていくわけですね、はい、ですからあの下のステージが正確に動かないと、うん、それから一番大事なのは水平が取れてないと、うん、ああ傾いてたら傾いてたら持っちゃったらダメですね。ダメなっちゃうんです、うん、その傾きが、なんと
100キロ行って5センチだそうです、それだけが許容範囲ですって。100キロの距離、手ね、100キロの距離で、その100キロ向こうの高さが5センチの坂、その傾斜しか許されないと、それ以内に収めなきゃいけないという、それほどの水平度を保たないと、ステッパーとしては機能しないと言うんだそうですよ。これ今ステージはこうやって動くっていうところをお見せしてるものです、はい、こうやって。さて、こういうふうにしてステージっていうのは動いていくもんだってことはこれでご覧いただきましたでしょ、はい、問題はじゃあ、さて次です。じゃあもともとどうなってるのかと、これがその台であります。一つの溝がこういうふうに向こうからこっちに掘られております、はい、その上に、今度はステージが乗っかります、はい、いいですか、はい、そうするとこういうふうに動きますね、はい、こういうふうに動きますね。でしかもそのステージの上には、右から左、あるいは左から右にまた V の字の溝が刻まれておりますね、うん、それによってですね、 X 軸と Y 軸がこれによって動いていくわけですね。でこう問題はこの、はい、この V の字のこの溝ですね、この溝が絶対平面に近いぐらい、きれいに磨かれてなきゃいけないと、突起がっちゃ絶対ダメということですね、はい、でそれをどうやって磨くかというとですね、これです。向こうにですね、測定器があります。なんか筒状のものがこちらに向いておりますね、はい、あれが測定器です。でその上にあの ステージの上に物が乗っかってますね、はい、あそこに光を当てて、その反射でその傾きを見るわけですね。白い箱に当てるわけですね、そうです。ケーキにあの傾きが数字になって出てくるんですね、はい、でそしてそれを見ながらですね、ある数値に近づけるためにあの台を外してはこうやって磨く、磨いてはまた乗っけてあの景気で見る、でまたそれによってまたこう外してはこうやって磨くと。あれなんか切れかなんかで磨いてるんですか。ところがね、これは本当はですね、砥石で磨くんだそうですよ。その砥石で磨くところは絶対お見せできないと、どんなことがあってもお見せできないと、真似事で一応こういうふうに磨くんだという真似事だけをしてもらったわけなんですね。だからあれは布なんですが、本当はあそこはですね、小さな砥石で磨くんだそうですよ。これはあの仕上げの砥石でございましてね、でこれをちょうどこのくらいの、これはあの大きなものを使って、ちょうどこのくらいの大きさのものが別にあるんですけど、こういうものを使ってさらに目を込んだこの粗いものから細かいまで目を潰していくんですね。で潰していくと鏡のようになるわけです。でさらにあの、ここはもう局部的に高いなと、さっき申し上げたピクッと上がってくるなというやつがあるわけです。そういうところはこういう小さいのを使いまして、そこのところだけをこう研ぎ出しをしていくわけですね。普通こんなことで熱室の温度でこんなことだったら大して変わらないと思ったんですけどね、やはり1ミクロン2ミクロンコンマ2ミクロンコンマ3ミクロンという大台をサビミクロンを議論し始めてきますと、例えばあのこれお前どうにやったっけかな、ちょっと見てくれよって言ったらもう精度が狂うんですね。え、どういうことですか。人がもう来ますと温度がそれだけ上がりますね。だからもう熱を入れてやりますから、どん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 体がこう品物に近づきますよね。それとどん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 熱がこの温度が品物に近くなるわけですね。人体が近くになりますから、今度こっちはの温度で狂ってくる、こっちはやっぱり温度で狂ってくるわけです。狂ってくる同士でこんなことやってるもんですから、やることできたなぁなんて思いますとね、いやれ私はタバコ吸いませんけど、あーじゃあ一休みするかっつってね、そこから離れましてね、よしじゃあ次の仕事はこれやろうやって、まあ念のために調べてもって、調べるとねもう出てないわけですよ、精度が出てないんですね。おかしいな、こんなバカなことありえない、確かに出てね、データで、まあ、出てんじゃないかと思ってもですね、やりますとまたグラフが違ってるんですね。まあ、こういうふうに言うとある意味ではもう理屈じゃなくて昔の感骨っていうんですかね、いわゆるその品物を通していきながら自分の肌で感じていくという、左人五郎的なですね、名人的な領域に入ってくるんですね。一番肝心な究極のですね、究極の先端技術っていうのはですね、結局は人間の五感が左右するんだってことに立ち至ったわけですね。これはステッパーで回路図面を転写するときに使うガラスマスク、それを作るのが巨大な電子ビーム描画装置である。
この装置を図解してみよう。上から電子のビームを発生させる電子銃、ビームを束ねる電子レンズ、ビームに図形を描かせる偏光電極、ガラスを縦横に動かす XY ステージ、コンピューターで描いた回路の原図を電子ビームがガラスマスクの上に描いていく。その線幅が 1.5 ミクロン。これは電子ビームでシリコンチップに直接描いた文字である。電子顕微鏡の倍率を上げていくと NHK の文字が現れる。縦線の線幅が 0.3 ミクロン。究極の微細技術はこの線を描く能力に左右される。川崎市中原にある富士通中8番工場。太い空調ダクトが地上から屋上まで蛇のように這い上がっている。屋上に空調機器を設置しようとした建設担当重役と激しい議論の末に空調機器を地上に下ろさせたのは半導体担当の部長であった。つまりね、ボディが振動したでしょと、こういうところに機械を置くでしょ。共振するとね、コンマ1ミクロンが10ミクロンにもなるんですよ。だから置かないんですよ。マスクを何枚こう合わせていくでしょ。その時に振動があるともううまく合わないと。これどういうふうに決着したんですか。でもね、偉かったと思うね。今は偉いと思うのはね、その専務がその場でね、若造の言うことをよし決めたと、安君の言う通りしようと建物もできちゃっててね、それから変更でしょう。今でもその建物使ってますけどね、もうだいぶ古くなって、今でも振動では問題起こさんからね。今じゃもうとても使い物にならないですよ、もし上上げとったら。熊本県熊本市、鹿児島本線川尻駅のそば。その線路脇に九州日本電機の工場がある。ここではある時期、しばしば原因不明のぶどまり急落に悩まされた。マスク作業中に通過する列車の振動が重ね合わせる図形の位置を狂わせていたのである。さまざまな対策を試みた挙句、線路と工場の間に大きな水槽を作って地面の振動を吸収することで解決した。列車が通過するときにそのマスク作業をしてた上波に限ってどうもおかしいと、と気がついたのはね、これはそのマスク操作をやってた女子従業員なんですね。これ極めて日本的なお話ですね。ですからラインにいた工員さんがたまたまそのことに気がついた、でいかに普段注意深く仕事してるかっていう典型ですよね。こういうことってのはなかなかアメリカの、なんつか生産ラインでは起きない話のようですね。日本人はですね、1ミクロン以下の加工に対しては非常にデリケートに仕事をすると。ところがアメリカヨーロッパの方は1ミクロンよりも下がったらもう仕事真面目にやらへん。ところが実はあれは真面目にやってないに違うんですよ。まず見えないんですね。ところが見えない領域になったら、やっぱり僕アメリカ人っていうのははっきりしてるっていうのは定量的にものを言いますし、あるスタンダードがあって、そのスタンダードが今例えば1ミクロンしか測れないと。でそれよりも以下の粒子測る場合には計器の測定器のばらつきがあって今どうしても測れないというのが、まあアメリカ人の方はっきりおっしゃるんですね。ところが日本人その時でも我々 0.2 ミクロンを測ろうという努力を一生懸命するんですね。同じ人間が同じように比較して見ていけば、こっちに50個あり、こっち30個であり、こっち10個やというと、やっぱり差が現実にあるんですね。でその10個に合わそうとするのが日本人やるんです。ところがアメリカ人の場合は測れないも測れるかと、お前ら測れないも測って何のデータを議論しとんやと。じゃあ変な話ですけどね、社長になりたいと思ってない人が社長になりますか。なろうと思っててでもなれないんですけどね、ほんま言うて。だからそういうふうにですね、やっぱりなろうと思わん限りそういう方にはいかないと思います。10年、はい、20年ぐらいで、はい、ここまで日本が追いついたというのは、どこに原因があるかということですね。アメリカは巨大な IC メーカー、例えばテキサスとかフェアチャイルド、IBM とかそういうところからある年限が経つと会社を出て自分で独立しますね。
そうするとパッと機械が当たりますとね、億万長者になれるわけでね、アメリカっていうのは。まだねこの分野ではね、アメリカンドリームが残ってるわけで、そういうのがねシリコンバレーには非常に多いもんですから、新しい技術を持ってパッと会社を辞めて、そして自分が独立して製造機械を作る、それがうまく回転が効いてたんですね。で日本の場合はね、その安い給料で一生その会社に忠誠を尽くしますからね、日本城下町ですから、その浪人しちゃうともう他雇ってくれないもんですからね、死ぬまでそこの、あの上司様に使えるでしょ。だから中の技術が外に出ないんですよ。それからまあ客先に非常にこう密接になるということがですね、客のプロセスをある程度教えていただかないと装置としていいものは作れない、これは原則なわけなんですね。これはアメリカの場合はですね、そういうデバイスのメーカーにいたエンジニアが飛び出して会社を作ると、それやられる範囲が決まってきますわね。お客様のプロセスがですね、製造のプロセスが入りませんといい機会になりませんので、お客様はプロセスを外へ出すというのはですね、これは企業秘密を外へ出すわけですから、非常に用心をされると。でこれをこの関係をしっかりしとかないといい機会作れないわけですね。でいい機会ができたと、できたけれども、それまでこう研究開発機で使ったその装置メーカーの費用っていうのはですね、お客様の方はいろいろ教えてやったわけですから見てくれないんですね。その費用を出すためにどうしたらいいかっていうと、その機械を他に売らんといかんと、他に売ってその研究開発費を装置メーカーが回収すると。しかし他に売るっていうことは、前に教わったお客様のプロセスもある程度は外へ流れます。この関連がですね非常に難しいところなんですが、ここを日本はうまくやったと。どういうふうに、例えばですね、政府のこのお金をもらってですね、共同開発研究グループを作ったと。これはその半導体のデバイスだけじゃなくて、その装置に対してもですね、いろんな目処をつけることができましたね。でこれはもちろん我々じゃなくて、あのデバイスのメーカーの方ですが、その方々の応援を得て装置ができてきたところがあると思うんですね。でこれはあの私はアメリカになかったことだと思います。乾杯。超 LSI 技術研究組合共同研究所の同窓会が毎年1回開かれる。どうもありがとうございます。参加者は日本を代表する電機メーカーのエンジニアたちばかりである。東芝、日立、富士通、日本電機に三菱電機。11年前はそうした5つの会社から派遣された半導体技術のエキスパートたちであった。ついこの間というような気がしてたんですけども、10年経っちゃったわけですが、考えてみますと DRAM の世代で考えますとね、当然という感じしますね。14年前共同研が始まった時、あの時は 16K だったんですね。 16kbで今16メガで1000倍になってるんですね。超 LSI 技術研究組合は昭和50年通産省の提唱で組織され、日本電機の中央研究所の中に共同研究所が設置された。予定期間は4年、総予算700億、そのうち300億を国が、残りの400億を参加企業で負担した。参加各社からは最も優れたエンジニアが出向してきて、机を並べ食事を共にし、酒を酌み交わし研究をした。主要目的は1メガメモリーの実現に必要な基礎技術の研究。こうして4年間ライバル企業のエンジニアたちが同じ職場で暮らしたのである。最初はね、言葉が違うんですよ。日本語がそれからスタートなんですね。ちょっとしたそのある会社にとってはね、なんていうか当たり前のことがちょっと喋るでしょ、と別の会社の人から見たら案外それがね当たり前じゃなくて、ああそうかっていうことが案外多いと思うんですよ。そのかある会社にとってはそれが大変悩みの種だったと。それが片っぽじゃもう当たり前になっててね、別に喋っても構わんっていう
こともあると思いますね。超LSI って新しいことをやり始めるということだったんですけれども、日本電機も東芝も富士通も考えてること同じだなということで、それが分かった技術的にはまた同じようなこと考えてるなということでですね、まあ、そういうことの認識があったから、まあ、みんなが、まあ、腹を割ってやるようになったっていう大きなあれじゃないかと思うんです、ね、最初は腹を割れなかったんじゃないですか。最初は多い人が来る組合は基礎的共通技術っていう割り切ったわけですよ。でところが迫っていくからそうじゃないんですよ。そこが問題なんじゃないですか。アメリカのテキサス州オースチンにあるセマテック、国防総省と IBM など主要な半導体メーカーが次世代の技術を共同で開発するプロジェクトであった。いわばそれはアメリカ版技術研究組合である。そのリーダーにはアメリカ半導体産業の父と言われたロバート・ノイスが請われて就任していた。だがそのノイスが突然世を去った。私たちがセマテックを訪れた時、セマテックには半旗が掲げられていた。今日は私はもういいんじゃないかなと思うんですが、今まで私が聞いた範囲でおいて超LSIの研究というのはあれは失敗だという話は一人からも聞いたことがない、そういうことを言う人がいないということは、やっぱり超LSIのプロジェクトは成功したんだというふうに思って間違いないんじゃないかなと。今日は10年の節目を契機にしまして、超LSIは成功したんだということをこれから言おうかなと思いますが、いかがでしょうか。ロバート・ノイスの葬儀はサンノゼ市の市民ホールで行われ、3000人の参列者が参加した。かつてショックレイの元から一緒に離脱して共に歩んだゴードン・ムーア。フェアチャイルド社の創業時代から共に苦労してきたアンディ・グローブ。誰もがロバート・ノイスの業績を称え、その早すぎる死を惜しんだ。When he started with Fairchild, and he co-founded that company, which was a seminal company, where he and his associates invented the planar process, metal over oxide technology, and ultimately the integrated circuit, the careers of many of us here today were built on the foundations that he laid and the opportunities he helped create. After Fairchild, when Bob continued his entrepreneurship by co-founding Intel, and when we look at the list of products, the MOS VRAM, the MOS SRAM, the EEPROM, and the microprocessor, certainly in our industry, there's a very short list of what is left. Bob is to the integrated circuit industry what Henry Ford was to the automobile industry, or Alexander Graham Bell to the telephone industry. He was unique, and it was a privilege to have known him. トランジスターの発明者ウィリアム・ショックレイ、彼のもとに馳せ参じた秀才たちとロバート・ノイス。やがてショックレイのもとを離れた若者たちがアメリカの半導体産業の一翼を担っていくのである。その中心にはいつもロバート・ノイスがいた。最後に国家の命運をかけるプロジェクトが彼の手に委ねられ、目的が達成されないままに世を去った。これは私たちが記録した世を去る直前のロバート・ノイスである。その彼が生前語ってくれたのが日本の技術に対する痛烈な批判である。日本人はいつもおいしいところだけをつまみ食いして、他の連中には食べかすだけ残しておくといった話もありますね。実際振り返ってみると、日本のやり方というのはいつも同じでした。つまり外国の新しい技術革新を真似してそれを改良するわけです。そして確かに半導体製品の製造技術では素晴らしい成果を上げてきました。今や日本はアメリカにとって非常に手強いライバルになったのですから。しかし一方、日本のエンジニアたち一人一人の技術革新への貢献、つまり新しい技術を発明するということになると、日本はまだまだアメリカに遅れを取っていると思いますね。
これどういうふうに取ったらいいですかね。どう取ったらいいんでしょうね、うん、やっぱり相当当たってるんじゃないかと私は思うんですけどね、うんうんうん、要するに半導体市場の革命的な技術ってみんなアメリカが生み出したわけですから、で日本はそれをつまりリファインはしたんだけども、うんうん、日本からはその文明を揺るがすほどの、うん、あるいは半導体史を、うん、ガラッと変えるほどの技術は日本から生まれなかったわけですから、はいはい、アメリカ人にとってみればですね、うん、それを生み出したアメリカ人にとってみればですね、うん、不満やり方ないと、うん、そのいいとこだけを日本が、うん、つまり生産技術の卓抜さで、うん、そこのところだけをつまみ食いしてしまうというふうに受け取ったに違いないんですね、うんうんうん、過去の40年に限って言えば山登りであった山を登る僕たちの前にアメリカがいた。で、先進国のアメリカは僕たちの前で滑ったり転んだりしてくれた。で、彼らが転ぶとね、転ばないことを学んだわけですよ。あれは転ぶからやめようって僕たちは非常にセーブすることができた。これはこの間もアメリカの大学で話した時、率直に、ね、大変恩恵を受けました。我々は後から歩いてきたから。で、そういうようないくつかの要因が重なり合ってですね、もう一つ大事なことはアメリカの登っていくスピードが落ちてきたわけです。これはアメリカが怠けたんじゃなくて、技術というのはね、その時代その時代の文化ですから、技術の進歩っていうのは直線を走るんじゃなくて、あの湖の上の波紋みたいなのでこう広がっていくわけね。だから天平の文化みたいな意味で今の技術っていうものがあるわけです。今成熟期なんですよ。成熟期になるとね、先進国ほど苦労するわけです。つまり技術が成熟してきますとね、次の一歩を踏み出すためにかかる研究開発費っていうのはものすごく増えるわけですね。先に行ってる方ほど損しちゃうわけです今度は。でその苦労をアメリカはしてきたわけですね。今アメリカが日本に行くらしいのは一つはそれなんですよ。だから我々はそういう歴史の状況の中で僕たちがどんな道筋通ったかを考えますとね、今まで早かった中に日本の置かれてきた歴史的状況と日本の社会の持ってる特色、それが重なってると思うんですね。だからよく外国行くと、日本みたいに早く追いつくには一体我々何をしたらいいか秘訣を教えろってよく言われるんですよ。その時にね、僕はちょっと言いたくて言えないのは、例えば未だにお昼寝をする国があるわけですよ。でそこでは僕言うわけいかないんだけど、日本がお昼寝してたらこうならなかったと思うんですね。ここまで豊かになってきたら、今度は自分がクリエーションをする義務を背負うんだってことだと思うんですね。でそれはこの間ある方が、そんなことまでやったらもっと金が貯まっちゃうっておっしゃったんだけど、それは私はちょっと話がうまくできすぎてんじゃないか。むしろ開発ってのはお金かかるんですよ。それを今まで日本人ってのは外国人にやらしておんぶしてたから、これだけは叩かれるんですから。やっぱりこれからは、それはやっぱり模倣も一つの天才ですからね。だから安くていいものを世界中に普及させたという大変大きな功績が日本人にあるんですよ。だけどやっぱりそれだけじゃ恨まれますよね、これからは。ええ、やっぱりそれから人間社会ってのはそれだけじゃもう立ち行かなくなるんですから、環境問題も十分に考えて、将来人類が必要とするであろうところの産業開発をやるということをやっぱり考えるべきじゃないでしょうかね。6回こうやってみまして、大変嬉しかったことが、いくつかありますね、それはそのこの番組を見てですね、たまたまあの、証券スキャンダルとかなんかあったせいもあるんでしょうけれども、この番組を見て、ちょうど就職シーズンに当たっておりましてね、この番組を見た学生の、工学部の学生の方が、たくさん、あの電気会社に受験してくださったという話を、あのいろんなメーカーの方から聞きました、これ大変嬉しいございましたですね、やっぱりその物を作るっていうことに対するこう愛おしみとか思いっていうのが、それがもう絶対にあのそこのところ放棄しちゃったらですね、電子立国のみならず、その日本の立国っていうのはさ、工業立国って成り立たないと思うんですよね、でこれは物を作ってのは物を作ることができての、銀行であり証券であり、金融であるわけで、その物を作ることを放棄してしまったらですね、我が国は成り立たないっていうのが、なんとなくこの取材を通じて通説に感じたことの一つですよね、ですから、そういうせっかく工学部を出た学生がね、銀行に行くということを大変悲しんでいらっしゃった技術の先輩方、お話を聞いておりますから。この放送が役に立ったってことは大変嬉しい思いがしましたですね。いや私自身もね、そのやっぱこう結局人間が作ってきたんだっていうのを知った時にね、ああこう世の中をこういろんなものがこういう時計なんかにしてもね、頑張って人間が作ったものを動かしてるんだなって、なんかある種感動は。私もそうでした。それで、もう一つ感じたことはね、もし日本の尖閣者たちが、見よう見まねでも何でもいいから、それをやってみようと思って やらなかったら、今の
電子立国はありえなかったと思うんですよね。でもう一つ、うん、でその時代にね、うん、大変いい時代に日本が遭遇したと、うん、はい、なぜならば、まだ机の時代でなんとかなる時代に半導体産業というものに、半導体技術というものに遭遇できた日本の幸せというのはすごく大きかったような気がしますね。もし今ですね、この一つの工場を建てるだけでも、はい、あの国家予算、小さな国の国家予算も投じなきゃいけないという時代に、うん、この産業に参入しようとしたらほとんど不可能に近かっただろうと、うん、しかし半導体というのはね、日本人論になり、それからまたその日本がこれからどう生きていくかっていう、そういう大きな問題である、はい、大変なものなんですね。あの非常に深い事柄に遭遇できましたね。びっくりしてしまいました。そうですね、まあそれにしても、うん、あの6回にわたって難しいお話を、あの三宅さんお付き合い願いました。どうありがとうございました。聴取者の皆さんもありがとうございました。